アウレリア・ドブレは、ルーマニアのブカレスト出身の元体操競技選手。幼い頃は、ナディア・コマネッチに憧れた。14歳と352日という史上最年少で1987年世界体操競技選手権では10点満点を5回出して、女子個人総合で金メダルを獲得した。また平均台、団体でも金メダルを獲得、跳馬、床でも、 銅メダルを獲得した。この記録はギネスブックに掲載されている。今日でも彼女の綺麗な技術やバレエのような表現の演技は多くのファンに愛されている。彼女のキャリアは2回の怪我のため極めて短いものになった。1988年のソウルオリンピックを前に膝の手術を受けた彼女は個人でのメダル獲得はならなかったが団体で銀メダル。 1989年世界体操競技選手権にも出場した。アマチュア引退後の1991年9月、オランダのプレイボーイ市場で8ページにわたり彼女のヌード及び共産主義時代のルーマニアの体操競技会に批判的なインタビューが掲載された。彼女はインターナショナルジムナストマガジンでも同様の主張を述べた。1991年に アメリカに移住した彼女はチームメイトだったダニエラ、シリバシュと共にアメリカで行われた世界プロ選手権に出場した。その後現在の夫と知り合い、二人は1992年に結婚したが、この際シリバシュやラビニアはがけも結婚式に出席した。四人の息子がおりそのうちの二人は双子である。現在彼女は夫のジムで振付師とダンスコーチを行っている。 ルーマニア体操協会の100周年記念で他の体操競技選手と共に表彰された。10点満点を出したルーマニアの体操競技選手として認められている。ありがとうございます。